ああ疲れたな。もう俺は人生疲れたよ、畜生。私は冷たい雪の女王。<laughs> おお、大変夢。今日は雪の女王ですか <laughs> もう何もかも氷にしてやるこのそばにいてクラブしている外人さんたちもみんな氷にしてやるほらまあまあいいねいいねもうやれやれそして氷にして氷にして降雪車に入れて沖縄市からまた雪を降らせてやる <laughs> うわ<ー>うそして朝になって雪が太陽で溶けてみんな元に戻って人がぐちゃぐちゃになってキメラになるー。<laughs> <laughs> およくわかんないですけども <laughs> やれやれやれ <laughs> 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 どうしたんですかなんか人生疲れたよってやけくそなってましたけど <laughs> まあいろいろありましてねでもあんまりね <laughs> そうやってあの思い詰めて悩むと<笑><笑> 抜けますよそうなんですよね髪の毛最近増えてきましただからよミキも思った最近調子いいねやっぱさあの今の方がいいよいややっぱ今の方がいい生き生きしてる生き生きしてるまあ深くはついともないけどなんかあったんでしょうね最近ミミリーより髪が長いってことに気づきましてややばいと思ってるんですよもう切りますやばくはないやばくはないや。ミミリーさんはショートカットだからまあね最近ちょっとイメチェンしてさらにチャラくなってる感じもしますけどねチャくはないでしょ 三木さんはほら髪の毛大事にしないといけないよそうなんですよお金の次に大事にしたいですねまあそうなんですよだからまあ平和に生きてきたのにまあこのできるだけほがらかに生きたいなと思ってるわけですよそうよねあまり刺激を与えないようにね私ね全然関係ないけどいつも思うことがあるんですよなんですか沖縄の人って本当にみんな優しいと思いますか あ,あのね観光客の方に何が一番楽しかったですかとか言ったらうん、うん、沖縄の方がみんな,なんかとっても優しくてとか言うじゃないですか、うん、よく聞くないろいろあるのにねあ<ー>もうねあ、まあ、人間だからなまあでもねこの観光とかね、うん、来られた方はこっち側もあっち側も期間が決められてるからとかそういうこともあるかもしれないですねそれで言うともうと期間かね。 ありますけどね人生もああ確かに、うん、しかもいつまでかわからないっていうねああしたかもしれないっていうね人生はね <laughs> そ,うそうだ, <laughs> だよなうん悔いなく生きないといけないよね,そうねこの今この時をもう雨降ってるからっつって、うん、雨だなとか言ってる場合じゃないんですよそうだなとなということで「はい、悔いなく歌います」うん「はいチャンチャン」ちゃんちゃん 「こんな遠い町にも」<laughs> <laughs> 雪が降りましたね私は見てないけれど沖縄に奇跡がウィンターソング <laughs> ご,ごめんよくわかんないっす <laughs> 何やば沖縄に奇跡がウィンターソングって見ましたか見ましたかいや,いや見てないのよああ私も見た,か見たかったのよマジでだからよからでもさあんまり も見たかったんだろうね。はあはあ、その日の夜さ、はあはあ、雪の夢見たわけ。ああ、ああまりにも。でもさ、はあはあ、あのさ、見てる時はさ、うん、とっても綺麗なゆらゆらしたふわふわした雪だったんだけど。はい。 こうやってさミキに近づくにつれてあられになってボト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 さ体に落ちて汚かったボト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 あそういやだからなんかいろんなところで降ってたんでしょ水溜りとかまあ雪っぽいの降ってたみたいね YouTube とかでなんかいろいろ見たけどもなんと初めてなんでしょ史上沖縄で本当ではねうんそうらしいなあんだけ寒かったら降るはなつ話ではあると思うけどね これ知らない間に北海道と沖縄逆転されてるああそうかもしれない宇宙人にいや宇宙人に宇宙人が宇宙人がビーってからうんそうそうそう気づかないうちに沖縄と北海道逆にしろビーみたいなだから気づかないうちに髪の毛も増えてあいつらのせいかそうですいいこともするね何がですか

皆さん、こんにちは。さんんこにちは何やんば、これ。あなたも人のこと言えないからね。自分も含めてね、下手だったね。反省したいですね。私が本当は言いたかったことは、そういうことじゃないわけ。小学校2年生の時に雪の女王の劇をやったって言ったさ、学習発表会で。でしたっけうん。その時の歌をさ、全部の役みき覚えてるわけよ。 全部の役を覚えてるそれでさ雪の女王ミキは女の子の役だったんだけど、はい、あこの前雪が降った時に雪は見れなかったけどとっても寒かったさあ寒かったなだからさ息を吸うたびにさ、うん、あ雪の女王のアンデルセンは本当のことを作ったんだって思ったわけ。 アンンデルセンなんてて言ってたの雪が降ってる人たちは、息を吸うたびに心臓に氷が突き刺さって、痛いなって思ったわけ。ああ、そういうこと、アンデルセンはそう言ってたわけ。雪の女王は、雪の女王がどんどんふーってやってから、心に氷とか刺さってから、カイ君がとか、そういうお話だわけ。雪の女王はアンンデルセ違うかななどっちなんだよ <laughs> <laughs> まあそういうことな、まあ息がね、空気冷たいからな、そう,そうまあ言ってもあんまり体にはよくなさそうよね、そうだよね、子もからからするし、うん、乾燥するしな、そう、もう沖縄の,の人なんてね、何着ればいいのかっていう感じだったよ、だからね、洋服ないからな、うん、あったかいのどう、なんか外出た、その日、と土曜日、日曜日、土曜日、うん、あ、んと土曜日は。うん 外いた日曜日は稽古だったわけ。ああ稽古か。どっちも室内にいたけど、もう外に出た時が寒すぎて。寒いだかあの外と中の気温が違いすぎて逆にもうやばいやな。どっちもまあまあ寒かったらねなんとかなるんでしょうけど。また稽古なんかしてたら体動かしたりするでしょ。うんまあほどほどにね。あほどほどか。ごめんなあんまり知らないからな。あんまり動かさない。みたいなことやるのかなと思って。一応さあんまり出るや出る役じゃないから暇だった。あそうなんだ。 もういつ全然止まらなかったけどまあねなるほどなまあでも沖縄のこの暮らしてる人たちにとってはちょっと過去に経験したことない寒さだったかもしれないねあんなに寒いっつうのはな俺初めて耳当てあれ必要だなと思ったもんなうわだってめっちゃ寒いもん外あ嘘。怖い怖いもうその日何してたんですかその日はねほとんんどど家にいいいただけちちょょ 外出たの買い物とかで食べるのないから。<ー> <laughs> なんかなかもう出あんなもう寒くてね<ー>もう出ては入っても寒い寒いってやってたんだけども、うん、まあ大変でしたよ。<ー>うん、大事な体に触るよって,って<笑><笑>あなた何言ってるんですか。<laughs> なんだなんかってマジで。鍋とか食べたんですか。あいやいやそういうのは全然。あそう。うんうん、あのあれ買いだめしないタイプ。 あ,あんまりしないうんあのー、ラーメンとかちょっと買ってあるんだけど、うん、なんかそればっかり食べちゃうからさまあ確かにねあ一応自炊とかもしないといけないしですねあ<ー>大変なんですよそれあなたは何か食べたんですか美味しいの何食べたかさ思い出せないわけよああもう来てるよあ、もう来てる、うん、う30だよこれが <laughs> いや、まあ、聞いといてなんだけど先週のことなんて僕も覚えてないですからね <laughs> はっきり言って。<laughs> そうだよねああ。昨日のことすらもうおぼろけです、ね。私も怪しいよ。昨日何食べたかな。うん、ほんとね、なんか卵スープみたいなの飲んだな。卵スープみたいなものの。の、うん、<laughs> 本当にさ、あの詳しく言っても、卵スープみたいなもの <laughs> <laughs>。卵スープなんだろうな。あまあいいか。はい。ということで、皆さん、雪を。雪、うん、あの面白かったね。 本日も、お相手は上条美希と。イラミの世紀です。よろしくお願いします。先週ね、何年。あ、ん、あ、どうぞ。いや、テーマさ。あの、頭に決めない。今日は。いいよ。まあ、今日雪の話とかいろいろしてるからさ。どうする。うんと。うん、何がいいかな。今日のテーマは。ちくわぶとか、いろいろ。ちくわぶ。ちく、ちくわぶって食べたことある。 なんでちくわぶって。おでんの具で。あのさ、うどん、うどんが、もう。うどんをたくさんのものを、指、手でこうやって、あの。こうやって、押し込めて、か、固くしたみたいな。ぎゅぎゅしてるわけ。もうさ。え、じゃ、あれの美味しさがわからないわけ。待って待って、それ、うどんなの、麺。見た、目は。見た目はちくわ。はわからんでしょう。ますますわからん。じゃ、じゃ、なにする。いや。 ちくわぶとかでいいですよ。知らないちくわぶについて語りましょうよ、今日はは。見聞きわかるけどかるいな。ちくわぶとかいろいろ。イーサーさんがちくわぶおでんで一番好きってよ。あそう。間近かおいしかなかったけどな。おいしいのあ、まあ、何味かもよくわかんないな。な。おでんって大体おでんの汁味だろそうだな。言っても、まあ、それで卵とか、まあ、いろいろあるけど、それの味がちょいと加わるぐらいでしょ、多分わかんない。 まあそんなとこだな。<laughs> あのちくわでさ、うん、おでんの汁吸ったことある。吸う <laughs> <laughs> みたいに。えー、ない。ないの？そうこれみんなあると思ってた。<ー>いやたややってみこんだ。は<ー> <laughs> 多分ね、あーっていうよ。<laughs> <laughs> <laughs> 待ってよ。あま,まずは、は <laughs>、うん、あの。 一番今までで大きいストローがタピオカドリンクのストローだわああのつぶつぶが入ってくるそう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 思ったよりいっぱい入ってくるからびっくりするそうだろうなはってなる嘘一応絶対やらんわやれややらんわごめんなということでテーマも決まったところでそうっすねうん何するか今日は今日何しましょうかね 今日はね先週、環奈さんがいらっしゃってね、あの楽しく、関さんがあのこうやって締め直されましたけど、ヘッドなんとかされたよね。痛かったんだよ、本当に。んかね、骨でやんだって、だから、あの多分ね、環奈さん、本当にそっとやったと思うんだけど、骨骨とだからめっちゃ痛いのでもさ、聞いてた人はさ、ああのま音声だけなんだけど、右見てたさ、見てても、本当に。 強くやってなさそうで、痛くなさそうだったよ。や痛,かった痛かった、痛かった。あ、そうなんだ。んかだから、髪もちょっと生えてきたんじゃないかなって思ってるぐらいですか。うん,うん、正規さんの髪が生えてきたのは、うんうん、結構経つよ、二、三週間前から <laughs> <laughs> <laughs>。髪伸びてきたから。かなそうだよ。髪型もあるかもわからないです。そうだよ。そう、イリガンとって、イリガン。<laughs> な、な<何>に。<laughs> イリガン。あの、リュウブの人が、髪伸ばしてから、うん、自分の髪で、こうやってから、あの、作るやつあるさ。 なんか頭にきって丸いみたいなのをあれイリガントって髪伸ばしてからあそうなんだそれをやれとできねえよということでまあどんどんちょっとずつ話をしていこうかな今日のオープニングナンバー決まった決まってまっ決まってますよ準備バッったなんですよ最近さ「3分トーキング」の間に探してたさ何がですか曲を今日心配してたわけははいい だから、今日ね、やっぱ寒かったから、まあ天気も良くなったし、そういう曲をかけようかなと思ってたんだけど。思ってたんだけど、雨降っちゃったからさ。そうだね。そこで、なんか天気いいねみたいな曲かけてもさ、やっぱちょっとそれ雰囲気壊しちゃうんだ。そうだな、その時にあった曲ってあるからな。早速行ってみましょう。カラーボトルで、もしも雨に。 はいあのとっておきのギャグが今ツイキャスであの言われてますのでちょっと紹介してからしか CM にはいけないかなとあ本当ですかとっておきのギャグはい NUJ さんが「イキさんンナさんに感謝しようゾウもありがとう」ってナイスタイムハハハ 伝わったかな世紀 <laughs> さんの髪じゃないのかテーマって世紀さんの髪はね,あ,ねあの毎週のテーマですから皆さんそうなの、うん、<laughs> へえこのあと11時からオンエアがありますよってへえ。 全然知らなかったああ、そうですかな、ねうん、このあと11時からって金曜日の夜もラジオ聞いたことないからないるからね確かにうん <laughs> いやそんなこと言われてももういいよ大丈夫わからないから <laughs> うん。<laughs> うん テーマ決めてもよう、うんテーマに沿ったメールなんて来ないからな、うん、そうだよなぁ<あ>逆にその方が面白いけどねなんだうどんう,どんなうどんじゃないなんて言ったっけそれうどんあのそのおでんのあ、ちくわぶあ、ちくわぶかちくわぶなぁ美味しかった記憶がないんだよねとことんちくわぶについても話そうかな <laughs> <laughs> 多分5分ぐらいしたら <laughs> 曲いきましょうって言うと思う <laughs> 知らなかったすけどくわぶあそろそろじゃん はい、うん、FM 小魚生放送で漂流ラジオをお届けしています、はい、さっきからさっていうか先週からさ、うん、この隣のあれがすごいよねなあ、うん、あのー、まあクラブがね、うん、上にこの曲の上にあってあ,あ真上なのまあ多分ねこのスタジオの上フロアになってるはずなんだよそうなんだまあだからまあしゃあないよな、まあ、<ー>だからまあ放送にはちょっと僕も録音したりして聞いてるんだけど、うん 喋ってるこっちは振動とかが伝わってきてちょっとなんとなく気になるんだけど、うん、まあ放送にはそんなに影響がないかなっていうふうにはしてるんであまマジか<ー>でもさ逆に楽しい読み聞きどんどんしててあそう、うん、まあなんかね、うん、あ悪くはないよねでもさであのさこっちのさすぐ FM 小座の隣に色口があるさ、はい、だからとってもいかつい外人さんが立ってるんだよね 入り口になんかな。ある意味防犯になっていいなと思って。そうね。悪いことできないから。酔っ払いもそんなワイワイ通れないしな。ねえ。いな。それはまあまあ良かったですよ。まあまあ金曜日ですから皆さん楽しんでいただいてるんじゃないですかね。楽しんでくださいね。みきさ、さっきさあの舞台見てきたわけよそういえば。あそう。あのさ一駅待機っていう。見たの？あそう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 。 プロジェクトないの。あ、そうそうそう、今日、あの本番で。休んでなかったのよ、西浦くかなんで休むかって言って。あ、いやいや、だから知ってたからいいんだけど。あ、そう。見てきたよ、これ、今さっき。え、これすごい人気だよね。あまじ。うん。誰が人気だった。あ、西浦さんが言ってた。本人が。本人が。え、そうなんだっつって。え、どうだった?。なんかさ、ミュージカルで。あのさ、レストラン待機って C. M. やってるさ、こっち。そうですね。あれが人の名前って知らんくってからさ。ああ。これ、読みたんの英雄って?。 あたんだんか英雄の名前っていうのは。でミキがよ今度よ芝一緒にやる人とかよんか今までお世話になった人とかが出てたから見てきたわけあそうあどうでしたよあそう。えこれ再上映みたいな形になんかさ国立劇場沖縄のちょっとなんかコンテンツみたいな感じで5個ぐらい舞台があってあここ、西25個それをさこうやってあの。 期間でいろいろ見れるから、うん、わざと日にちを分けてるみたい。あ、それで、うん、なんかえっ、ー、と2月にもやんだよね。そう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 。ね、2>, 2月10日はパレットでやるって言ってたよ。<ー> <laughs> あらあらあらいやーいいっすね、うん、さすが舞台役者さんなだけあって気になるわけですかこういう分からんけど一応あのどんどん見に行けるものは行くんですよんなんか面白いからどうなの芝居とかさ、うん、もう俺あんまり見に行かないからちょっと分かんないんだけど、うん、先週見に行った詳しいしてたな、うんあまあ、お前わが<う>来たことあるのかなって言った時にあああのわがの小劇場なあのめっちゃなんか演者との 距離が近くてみたいな話してましたよな。ちょラジオパーソナリティなんで殴ってやろうことみたい臨場感持って話すんですよ。アホかっつっていやそんなことは許さない。私は切るわよって。だから我が町の衝撃場みたいに近いとさ、あのあれですか。まあそうだよねかなと思って。これは遠いよ。あ遠かったんだ。これ遠い。もう目がかけたもん。幹見えなくて。そんな遠いわけ。あそう。自分の手元も見えないからさ幹。 メガネはもうあそこぐらいはだな。あなた、目悪いイメージが全然ないんですよね、僕。めちゃ俺。メガネ姿を見たことないし。あ、そう。うん、ないないない。毎日メガネでよ。あまあ、ラジオ中は外してるわけじゃん。あ、そうそう、コンタクトレンズ。どんなメガネしてるんですか、あなた。何ね、これ。別に教えたくないけど。牛乳瓶の底みたいなもん、ごっついのをやってる違う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 。んですかあのね、あの、花柄の。花柄華奢な。華奢な。あの、ピンクの縁の。ほう。 素敵なメガネです。素敵なメガネ。嘘です。そっか。いいよじゃあ。あそう。まあいいんだけど。ああ、例えばチクワブですよ。そうだよ。そうだよ。チクワブについて僕の知識を今披露していいですか。おいよ。チクね。うんおでんの具。おでんの具で、えっとさっき仕入れたばっかですけど、うどん。 の麺がそう私が言ったよねれて俺知うんうんう全部出すおうおうとりあえずう,う,う,うどんの麺で固めたちくわ状のもの、うんうんうん、<laughs> 一応みいきの知識それしかないから大体合ってる合ってるそして味はよくわからない合ってる合ってる <laughs> あの合ってる、はい、っ <laughs> なんかテーマ決める時にポンってちくわぶ思いついちゃったんだけど、うん、これちょっとメッセージくるか不安だな <laughs> みんなちくわぶ知らないんじゃないの知ってるみたいよあそうあのさちくわぶは強力粉と塩をこね上げたものって言ってるよ。うん、あ,あじゃあまあもともとの原料っていうのはうどんに近いわけだ、うん、やっぱ。 なんかその小麦粉的な粉と塩と混ぜて練り物をそう,、うん、そうそうなんかさちょっと、うん、あの半、ー、生な,な固まったうどんみたいな味がしたミキのイメージ <laughs> どうしてもうどんによっちゃうけど,んけど一回食べたっきり食べてない <laughs> <laughs> まあそんな興味もなかったわけだな<ー>俺も知らないからなそれよりはんぺんとかマロニーが好きだねあマロニーうまいな一番好きな具材は何やっぱそのはんぺんとかマロニーになってくるわけ、ね、おでんおでんよおでんう 一番好きなのは、うんえー、大根と卵。うん、あなたも凡人ですね <laughs> 本当に。<laughs> まあ僕もそうですけどな。<laughs> <あー> <laughs> かんなさん聞いてるみたいよ。<laughs> あ,あ本当だ。おさあ行け。やめろ。<laughs> ミキさかんなさんさ。<laughs> 先週さタロットやったじゃないですかあうん、やったねカんナさんさこの先週来た時にあでもカんナさんまた来るって言ってたからあ当に？んもういつでもねいろいろさゲストさんが来た時ってなんかこの人について説明したりするさまあ紹介はするわあんまりしなかったよねそういうのね知ってるからいいんじゃないっ通ていう話だったんじゃないのわかる？そうだよねそれでタロットやったさミはいタロットやったさあんまりにもさ あのカンナさんの出過ぎてさ、うん、ちゃんと言わなかったんだよねいやあなたねカンナさんとその放送中にもタロットやったでしょで、まあ、カンナさんってこうなんだろうなっていう、まあ、あなたの見解とタロットの結果を発表したわけじゃないですか。これさ出た時に、うん、あ これ言ったらまずいなって思ったわけあなたでもそういう危機感みたいなのを感じる時あるわけですか結構あるわけよのあの別にズバズバ言ってんじゃねえかと思ってヒやヒやしてたんだけど俺言っ,いい言っていいことだけの時は言うわけさ、うんうん、だけどダメな時は言わないわけ <laughs> それ気になるだろうけどだから,だからあの終わってから外でね、うん、そう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 ブースの外でずっと二人でなんかタロットかなんかやってるなって俺見てたわけう、うんまあ、ようやるなと思ってなあのさ、うん で、一枚は同じのが出て、もう一枚は違うカードだったけど、もうさっき引いたのと意味が同じので、より繊細なカードが出たわけ。より繊細なカード。そんなのあるわけえねだけどさ。あのよ、あのカンナさんさ、あれとってもさ、あの、面白いさ、感覚の持ち主だったよ。あそうあいや 僕もカンナさんが出ていただいたっとにある方と同業者の方とラジオやってる方と話す機会があって後日ねカンナさんが実はミキちゃんの番組に遊びに来てくれたんですよって話をしてたら僕カンナさんとこうやって番組で話したの初めてだったんだけど多分カンナさんってとってもラジオが好きで僕も好きだからもっと話したかったんですよって言ったらあの人 面白いよっつってやっぱあのラジオとっても好きだよって、うん、その人も言ってたのよ何の話よだ,だからだから、うん、<laughs> ま,また来てるけど今度さちゃんと言いますよ <laughs> ミキーさこん,あのこんなにこんなじ感覚をさ、うん、持ってるの言葉で、うん、本人から聞いたの初めてだったわけそれはカンナさんが持ってる感覚とあなたの感覚が一緒だったってことかあのさ見え方が一緒だったわけああ、うんうん びっくりしたけど、カードとは別の話なんだけどさ、まあまあ、だけどやっぱカンナさんの方が年上だから、もっとちゃんと分かってるって感じがしたけど、人生経験があるから、まあそうだな面白かったよ、もうスポーツ番組もしてから、あのー、エセ歌の番組もやったらいいんじゃないから。<laughs> <laughs> いや投げややりない言い方とはね神さん <laughs> やったらいいんじゃないかなじゃねえよ <laughs> スポーツ占い番組にしたらいいんじゃないかな,なかもう占いフォーカルとかやればいいよねんでや <laughs> スポーツなくなっちゃってん <laughs> まあいいけどそれでね今世紀さんいろいろ言ってましたけれどもねうんうんあの先週ねこの人ねどん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 うそ百ク言ってましたからねそうやっぱりうそさんが来るまではねミキがンナさんが来ますよっていうのは年末には伝えてあったんですよそれで「ああンナさんねおん分かりよ」ってって俺知り合いだからあの よろしくお願いしますって挨拶しとくよって言いったからね <laughs> この人そんな調子のった口で言っ,た言ってた言ってた言ってた <laughs> ごめんだからミキてっきり友達だと思ってたわけいやいやいやそんなことないですよそしてもう先輩でしなんかはめましてかんと思ってあ,だあったのね三回目くらいだも当。 でも楽しかったですねまたぜひいらしてくださいそうですねちくわぶについても聞きたいしねなんでよ加奈さんの見解をその時にそれは今で解決しようそうだなちくわぶなよく知らないんだよなマジでな知らないから話も進まないんですけどそうなんだよなだから要はあれでしょちくわみたいなやつだからおでんの汁も吸えるってことでしょ多分あきついと思うなでであのさちくわの3倍ぐらい外壁があるあ あ、もうその、太いんだ。太い。長さは。うん、このくらいだったかな。ちくわ、まあちくわぐらいか、十センチそこそこぐらいか。だったかな。そんなにないのかな。一応、みひきのちくわ部の見解も出たら、目だよな。大体。多分、今ちくわ部について、こんなに探り探り、一時間やろうとしてる番組ないっすよ。まあ、いっか、メッセージ読もうかな。そうだね。紹介しましょうか。紹介しましょうか。ね、メッセージ送ったよって言って、言ってるからね。 えっとラジオネーム！神戸のぞみさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミッキー、せいしこんばんは。<laughs> 神戸市須磨区は雨が降っています。って。はい、さて、ミッキー精子にお伺いします。昨日9年ぶりに健康診断をしました。うん、その中で採血があるんですけど、採血をするとしたらどこにしますか？1。お尻の穴にもうなんねこれ。 けど言っとくけどで3腕4手首私は腕ですねということで腕やし1番と2番の選択肢いらんだろいらんだろ読まんぞこの久保久保康弘住所も言っちゃっていいっすよまあなあ歳月って普通何この腕から取るっしょ二の腕っていうのうんどこから取ってるんだっけあそっかそっか関節のとこか血管のなどうなのあなたいっぱい取れるすぐ うんとね、前やったときはとっても取りにくそうだったああな,ないって言ってた女性の人ってその血管が細かったりするとすごい何か何回も取りカンするんでしょあそうなのあなたもそうなのかなと思ってそうだはずよ華奢だからさあ、えー、次の <laughs> メールいきましょうかね何だよこれ <laughs> えっとじゃあこっち行こうかな、うん、ラジオネーム天然ボケさんですねよ<っ>ありがとうございますありがとうございます ミキさんモニターに出ている正規さんはい <laughs> こんばんはこんばんは正規、えー、さんが出ているチッとする俺正規さんが出てるとね<ー>チッとするおて俺って冗談冗談なんでよや今日も漂流ラジオが始まりました、うん えこれ読むハッハーハッハー読もうかまず読んでみようカッコ笑いハハうん違うよハーだよハハじゃないよそうだなハーだなうん難しいね残念があってんじゃない普通のメッセージはえ二十二時ぴったりにメッセージしています上城劇団を作ったのは三分クッキングが終わった頃にメッセージしています何もあってないなリアルに読んでますからね頑張ってセリフを作っていますから時間があれば読んでくださいうん 1> あ1月15日金曜日は珍しくセイキさんが読んでくれてありがとうございます、うん、過去洗い、うん、なんか読みづらくてごめんなさい <laughs> 誤時脱字がありすぎてごめんなさい、うん、でもセイキさん好きです <laughs> ミキさんが「イキさんと天然ボケも反省して」と言われて、うん、そうだな半年前にセイキさんとも絡みセイキさんとも、うん 絡みんでいると楽しくてついつい何でも言ってしまうさ <laughs>、うん、ごめんごめん誤字脱字は直したいですがちょチャットずつ <laughs> チャットずつ日本語らしくなりました、うんうん、これからはせいきさんも読みやすくなる頑張って文章を作りますみき、うん、さんのもみき、うん、さんの森屋さんとの絡みがないから、うんうん、今年の目標は二つあります、うんえー、目標が文章をうまく書くこと 木屋さんととの絡みしいってことらしいですねもうちょっと行きますか先週金曜日はゲストがいて楽しかったさ、うん、メッセージを読む時間もなかったと思います、うん、でも「漂流ラジオ」は楽しいさ応募してます。うん <laughs> P.S. 来週の金曜日漂流ラジオのネタを考えるのを頑張ります。チクワブは？チクワブでね、ボケさんからいただきます。ありがとうございます。さんざんモリさんと絡みたいっつって、最後の最後で木屋さんになってるから。まだまだ遠いな。遠いな。ちょっと木屋さんまだ来たことないしな。ないな。モ屋さんね。あ、そうね。モ屋さん来るともうた番組のなんか様子もがらっと変わるよね。そうだよね。あの。 政治の話したりする。<laughs> 政治というかスピリチュアルなね。そういう話になりますけどね。あのー、そうそう。うん、あの店、ー、店おじさんの話とかね。<laughs> あしてたね。<そう> <laughs> 危ないすな。もう何の意図があってそういう話をするのか私も未だにわからないんだけど、ね話。話のチョイスがこういうみたいな。話のチョイス、こういうついて俺たちもうんうんうんしか言えなくなるそ。それで、<laughs> ああみたいな。 待待待ててて普通に言ってるけど幽霊と話してる話かみたいな今普通人の会話に幽霊と話してさとか出てこないし普通に出てくるから途中からなんかストーリーよくわかんなくなるんだよね登場人物多すぎてああ面白いですねありがとうございますありがとうございます何ね劇団のも送ったって言ってたねまあ順番よくまた行きましょうそうだねえっと続いてはい <laughs> こちらタイトル「ミーキー安心不真面目なからじして何してる?」って <laughs> どこがよいつも通りやし <laughs> ということでアゴベルト中里さんですありがとうございます,いますチャーヤがもしかして沖縄のチャーリーシーンがそこにいるってあなあやがてバレンタインって言うけど、うん、私とセイキーは勝負してるからよ <laughs> ミーキーこの世に私とセイキーしかいなかったら どっちの歯ブラシ使う安静バイビローンということでアゴベルト中里さんからですマジか想像しただけでなんか嫌だなどうなんですか使わん使わん歯磨かないってことですかもう指で指でこんなやつを指であそうまあそういうことなもうアゴベルト中里さんは僕とバレンタインのチョコレートの数を勝負したいわけですかそうみたいねいや 勝てる気しないなあというのもほらアゴさん愛妻家で優しい人じゃないですかまあ自分で言ってる分にはねなんかさメールもこうやってちょっと絡んでくるけど本当は多分心優しい好青年なんですよ顎も出てないと思いますよきっといや顎出てるからアゴベルトなんていうわけにはないけどねわからんけどただ田舎だけなんですよあでしょどうううせこい 底辺の誰が手なるんの、ね、<laughs> <laughs> 俺1個もらえたみたいな 1>, 1対2とかですね、うん、ギリぎりチョコだけど2個もらえたみたいなね、うん、ちなみにねこの清毅さんのね、はい、今パソコンが立ってるカンカンの箱、はい、これね去年私が持ってきたチョコレートの箱です覚えてますよ嬉しいね,ねなんかこうやって活用してくれると <laughs> モニターをちょっと上げるために土台にしてるっていう。<laughs> 嬉しいですね。あの、今年も同じのだったら、もう一段上がりますから。そうですね。どんどん上がます。もしくはちょっとあの横幅が広がって安定感が増しますね。そうだね。ちょっと今モニターの台の方がちょっと出てるからな。そうだね。もうちょっと合うやつお願いしますので。はい、ありがとうございます。箱だけでいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。一旦 CM 行こうかな。はい、行きましょうか。もう、じゃあ、今世紀、最大の、この、 C.M. を振りを。俺がやるわけな。<laughs> そのまま振ればいいんじゃないのい外人さんが目の前にいるから緊張してた。<laughs> なんでよ。さっき防犯になるとか言って。<笑><笑>なんで見てるのかなと思ってから。じゃ行きますよ。はい。じゃ C.M. 聞いてください。はい。タロットもやるよ。ああそうな。うん<ー>。<笑><笑>あーごめん。安 <laughs> 心なんで最近優しくしてれば。 好きなるやしって。正規呼ばいやって,て。先期呼ばだよ。ちょっとね、<laughs> あのー、強く言った後には勝手に反省してか優しくするから、あのー、ねリスナーさんにね。いや全然そんなことないですよ。<laughs> どんとこいっすよ。私も心の中は優しいよって。わ <laughs> かわかりづらかったな。ごめんね。う <laughs> け入れ <laughs> NUJ さんがなんかちくわぶについて詳しい情報そうだねうんななんていうのかなこれ京生麺をもとにっていうものかねごめんな精進料理の一種として江戸で作られたという説ありそのため数年前までは関東ローカルの食べ物という認識があったようですう ググってみるかなチクアブそうだなもう堪忍しようかないいでもメッセージも届いてんですよねちくわぶについてあそう通りすがりのおじさんよりということで<何>いつ通りすがったんだろう本当だこのメッセージを紹介した後で、うん、俺ググるよ OK、うん、でも一応ちくわぶについての説明の漢字が全部難しくて読めないっていうね途中で諦めようぜ、うん まあ、ちくわやめようやめる <laughs> 分からんのに、はい、そろそろ伊サーさんからもメールきてるかなあ本ほんとか <laughs> はいラジオネームアゴベルト中里さんからのメッセージですタイトル「うん、正規ヨーバーや」って<何>安心なんで最近優しくしてるわ好きになりやしって <laughs> <laughs> どっちがヨーバーなのかわからないな多分僕らヨーバーの田舎なんですねそうだな <laughs>、えー <laughs> そし三木城清輝さん、リスナーの皆さん、はい、おんです、ちくわぶですが、うん、うどん粉を練って棒につけて、うん、ナルトのようなギザギザにして、棒を抜いたものですねって、ああ、ナルトにも似てる、あの、なんだった、これ、ほら、こういう飴玉、なんだった、金太郎飴。金太郎飴をくっつけたナルトみたいな。 金太郎飴をくっつけた鳴るとあ。金太郎飴のように鳴るとを。<laughs> うん、こんなにしてくっつけたらちくわぶになるや。<ー>うん、で、続ける。うんうん、穴が開いてる感じで、ちくわぶなのかなおでんであれば即買うなーって。腹持ちもいいしね。久しぶりに漂流ラジオ聞いたけど、<laughs> ごめん、<laughs> 漂流ラジオ来たけど、相変わらず楽しい番組だなーって。 リクエスト T. K. D. のガールズビーアンビシャスお願いします。ありがとうございます。久しぶりに聞いたんですね。うん、漂流ラジオ。リクエストかけたことないんですよ。<laughs> <laughs> そうだな。楽しいと言っていただくのはありがたいけど、<laughs> リクエストはかけんか。<laughs> <laughs> 断ろうそこは。はでもどんな曲、ガールズビーアンビシャスって。あの少年よ、だから少女よ、大志よ、いだけか。 どうなんだろうね、なんかそんな系じゃない。ですか応援ソングかもしれないね。<ー>ちょっと後で聞いてみる。ありがとうございます。はい、ますナルトだよ。そう、ナルトと似てる。あ、そう。うん、めっちゃ似てる。そうそう。なんかまだ想像できないんだよな。それで。ちくわみたいになってるってことなのかね、うん、で、ニュージェイさんがちくわぶ。 京生麩をもとに、はい、精進料理の一種として江戸で作られたという説があるうん、うん、そのため数年前までは関東ローカルの食べ物という認識があったようですってああもうそっちの関東地方の食べ物だったんだ、うん、でイーサーさんが「イキ、はい、さんがググればいいと思うよ」って <laughs> まあなそこですぐググっちゃうとな <laughs> あ<ー>まああのいろんな皆さんからの知識を得た上でググってみたいと思いますね もう早くググって、終わろう。もう一個あるのよ。あえっと通りすがりのおじさんさんより、いただきまして<ー>ありがとうございます。ああううえちくわぶ、小麦粉に塩を混ぜて、練ったちくわ状の食べ物。<laughs> <laughs> <laughs> いろいろな具材の味を吸い、<あ>美味しくなる。そうなんだ。 あやっぱまあそのみんなそのちくわ状の小麦粉のみたいなそうだねことなんでしょうね,、うん、うねでもそっち系ミキ好きだなあそうこのいろんな味を吸うやつあのよあ<ー>あれ油揚げとかも好きだしうまいなあの風も好きだしうん、うん、マロニーもそれで好きなんだもんおでんに入るやつさ、うん、やっぱそのおでんの汁味ってさっき言っちゃったけど、うん、それにこう吸って汁も一緒に食べれるやつがうまいよな,なそ,うそ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 う ちょっとね新して割って食べたら黄身が溶けてから外側しか食べれんみたいなそういうのも好きだしなそれがいいよねあんまり自分を変えないものはダメだよねあんまりそう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 誰に何を言われても変えないみたいな頑固なのはな頑固なのはちょっとねおでんの味に染まってほしい感じがしますなそうですねさささんんん最近この新婚は あいつもどういうご飯を食べてるんですか最近ねあのカップラーメン多いですねあの美味しいのを見つけてそれをえっと2個買って2連チャンでいくんですよ1日1個ですかあいやいやいや朝も昼も食べた後の夜の朝と夜の話 ええ同じ味なんですよおさすが新婚さんっていう感じのメニューですねうんか幸せですね言っても家誰もいないですけどまあ今ね大事な時期ですからねそうよねすいませんシクワーブね検索してみたんですよ泣いてるの泣泣いいいてたことなです <laughs> えー、ちくわぶ、あこれな、検索してはい、ググりましたよ。えっと、確かに皆さんがおっしゃるように、そのちくわ。のその棒状の中の芯が空洞になってて、うん、棒状のものの周りが。うんうん えっとちくわみたいに焦げ目がついてるわけじゃなくてえっとなんていうかギザギザしてるやつですねあのナルトみたいなただなんか色は白いのが多いのかなそうそうそう白白白白あ確かにミキちゃんが言うようにちょっと外壁が厚いなでしょでしょだからさあのちくわみたいにストローにするのはちょっと至難の技かもしれないまずはちくわから行ってそれクリアできたらちくわ部でやっていただきたいと正キさんはでもちくわクリアしてるからあの挑戦してみてそうですねちくわ部で今度じゃこれある コンビニとかにあるよあるはずよ一応見たことはない俺が言ったらコンビニいつもさ大根と卵しかないあ、あ、コンビニかコンビニのおでんの話あ、ごめんなさい僕おでんってコンビニしかいや好きだよミキもコンビニのおでん好きなんだけどうんまあいっか新婚さんらしくていいんじゃないかなコンビニがですかうんうん あなたの新婚の概念どうなってるんですか、それ、まじで。ただの嫌味。はいはい。なんかちゃんちゃらんってやってよ。ちゃんちゃら?。あ、わかりました。拍手はい、もう一曲の話終わり。終わる?。そうだね。それでは。今日もいきますよ。上条美紀の。 エセタロットのコーナーですああ、なんであんまり乗り気じゃないのいやいやいや、あのごめんなさい、ジングルでもなんかあればあそうなのよ、何か切り替えたかったわけよもう一回撮ってもらっていいですかオッケーあのエセタロットのコーナーですって言ったらダダンって行くからオッケー。それでは続いてこのコーナーです遅いあ、ごめん、言ってからかけようと思ってあ、わかったそれでは続いてこのコーナー上町おみきのエセクソデタラメタロットのコーナーです

占ったらきつい人そうね誰にしようかな今日はなめぐさんとかどうあめぐみさんは毎朝占ってるかいいあそうなの毎週金曜日あ毎週被害者なんですねじゃあ関さんはなんか最近悩みないの悩みですかそうねなくもないですよ最近ねちょっとこう 僕まつげがね、うん、長いね長いねって言われるんですけど、うん、自分では全然そんなつもりないのよ。うん、ないんだけどメガネとかさ、うん、サングラスをかけると、うん、物によってはそのレンズにまつげが当たって気持ち悪いんですよ。わ、うん、わかるわかるる それが悩みです。結構花も高いのにね。まあ、まあ、高いというか、でかいというか、なんいうか全部まつ毛に吸い取られたのかな。何がですか。栄養が。うん、<laughs> もうちょっと上の方行ってほしい、ね。それが悩みなの。ビューラー使えビューラー。な、はいみを。曲げれ、曲げれ。くるんでやるわけ。嫌、うん、<laughs> です。嫌<や>。<laughs> あ、そう、あとはな、あなた、そういうあなた、自分で悩みないの。みきはね。自分はやらないよ。自分の。 タロットはやらないわけ、うん、あ、そうじゃあ、そうだね。まあ、わかりました。あの、表に外人さんいらっしゃるじゃないですか。うんうん、あの方、どんな人かちょっとタロットでやってみましょうよ。うん、勝手に。分かった。<laughs> あの外人さんはこういう人ですみたいな。うん、<laughs> いいのかな、これ。はい、じゃ出ました。<laughs> ああ、あのね。<laughs> ええ、一個は、ちょっと、うんうん、あのー <laughs> ちょっと口がうまいじゃないけど、はい、ちょっと悪い女の人に、うん、あの騙されているっていうかうん,うーんちょっとなんか言いくるめられるじゃないけどさ、うん、うまく乗せられそうな悪い女の人が出現しているあーそ,うそれでもう1個は夢をとってもつかもうと思って頑張っている。 人のカードですね。あ,あ、将来は NBA だな。そしてもう一つは、うん、これはね自分の道を決めた人のカードなんですよ。<laughs> 自分の道はこれだなって言って、うん、あの自分の夢をもう本当に真面目にまっすぐ見てる人ですね。うん、あじゃあもうやりたいことがもう目標も決まっててそ,うそ,うそれに向かって頑張ってるんだ。うん。 だけど今ちょっと間違ったら騙されそうその悪い女性が周りにいるからこれ今正騎さん占った俺かよ外人じゃねえのかよ俺だったわけそれ聖騎士さん占ったあそうっすかあなんで知らない人占って何が面白いばあの僕が思う悪い女性ってもうあなたぐらいしか思ってないですけどマジかええあそうなのあそうまあじゃあ夢に向かってこのまま頑張ればいいのかね なんか、うん、まあそういうことなんです自分なりのやり方があるはずだからさ、ああそうですね、うん、まあ模索して頑張りたいと思います。明希が一番この好きなカードが出たから大吉ですよ。うん、あそれあなたが好きなカードなんですか？うん。これはとってもいいカード。とってもいいカード。うん、ということで、はい、なんかさ何かさ何かさあの誰か通ってくれればいいものをさ。 じゃ今年はタロットと今年のテーマはタロットをやるっていうこととああそうだねそうとあれだったでしょテーマを決めるっていうだからやったわけよ今んとこ今週はどっちもクリアしてますよ先週もだけどあそうですねうんうん順調ですよ今日タロットもやってなうんタロットさやっぱあのまあ人でしかできないわけそれ人じゃないくったら何があるのええとまあ例ば あの僕今車がギリギリなんですよ。<laughs> 何,何的にギリギリ故障前なんですよ、ね。あはあああ車的にギリギリ。そう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 ,うんはあの。とっても調子が悪いんですよ。いつぐらいまで頑張れるのかみたいなの分かるのそれはね、うん、あの車はね自分の持ち物だからさ、うんはい、自分が頑張れるって思った時まで車も頑張るよ。<laughs> 本当だよ乗って何年年になるんでですすかか <laughs> ぐらいですかね あ、中古で買った。わ僕、僕の車でも中古しか。はい。あ、そろそろやばい気がするんだ。あ、まあ、買った時も、やっぱ、そんなに、なんていうか、古い車だったんで。あ、古い、いつでも、まあ、全然、その、中古車で、その、すごい昔の。いい車とかじゃないのよ。普通の車で、安いの買ったから。まあ、三年持ってよかったなとは思ってるんだけど。ただ、いざ、その車を買い替えようってことになると。あの、ちょっと厳しいんですよ。ああ。そっか。 グッバイエスタデイが流れてきましたけどでもね車は大事にしたらね、うん、その人の、ね、腕となるからねまあそうね、うん、ものは大事にすれば答えてくれるからなそうミキこの前さすごいことがあったわけ、はい、ミキが運転してたらさいきなり車のこのアクセルとかのあれが、うん、なんかさカンって音が鳴りよったわけ、うん、はな何だと思ったらさいきなりこのこれなんていうのこれ こっちドライブとかアクセルとかあシフトノブですかねあれがさ D から S に変わってたわけはい、はい、でいきなりあのスピードが落ちよったわけさうん、うん、こんなことさミキ10年ぐらいあの車乗ってるけど初めてだわけ、うん、そしたらこれガンってなってホンって思ったとたんに隣の車がウィンカーも出さないでさスピード上げてブーンってから車線変更してキょッたミキの車の前にキっッわけおあ危ないねそう超危なくてさちゃんとさ今までのスピードで走ってたらさ事故ってたみたい あーじゃあもう車が教えてくれたんだ、うん、事故を回避してくれたわけだありがとうねって言ってからうん、うん、もうさクソやクソみたいだからさ買い,買いたいなって思ってたけどもうちょっと乗ろうかなって思った。うん まあ言っても車は愛着くからななそうのよ中古車屋さんに乗ってたね車を手放してさ売ってまた新しい車に乗り換える時俺ちょっと振り返ったりするわかるよ悲しいよねだからな寂しいよなミーキがさその前に乗ってたのも K だったわけそれはお姉ちゃんが買って中古でそれからミーキに お下がりがり来たんだけどさそ,その車はさ、うん、とっても陽気なおばあさんが元に乗っててからさ陽気なおばあさん買った時にとってもレースとかいっぱいついてた状態だったって <laughs> そのままで売られてたわけそうでさ <laughs> あの亡くなったから見た人にとっては幽霊だわけよ事故車だわけよだけど <laughs> とってもこのおばあさんが自分のさ大好きだった車をまたミキたちネーネーがさ、あのー、自分流にいろいろペイントとか変えたもんだから喜んでからさ。は 逆に守ってあげるって言ってたよって言われたよ、森谷さんにその人も守森谷さん、森谷さんが言うならあってんだろう、大事に乗ってくれてるから嬉しいんだ、自分なりにね、アレンジもしたけど、だから、いきなり止まるとかはないはずよ、まあそうだろうな、ちゃんと信頼してというか、自分も安全運転でそうそう、でもやっぱり無理だなと思ったら、ありがとうねって言って、ってくださいよその時はまた振り返りたいと思います、中古車屋さんをね。 ということで、はい、もう終わりねお時間ですねチ <laughs> クワグ分かってすっきりしてよかった <laughs> <laughs> ということでお相手は植ちゃんみきとイラミのせいでしたまた来週バイバイいいね